東京駅、今東京駅降りてきたんですけど、そう、今日はね、東京駅じゃなくて、東京のこっちの方じゃなくて、これ前回、これ撮りましたから、今日はね、神田の方へ、行こうと思います。まあ一応 駅舎とこうかな。駅舎ね。あ、結婚式しはんね。ほらほら、ちょうど出てきはったわ。あ、ここ一応ホテルだから、上ね、ホテルになってるんで、結婚式はできるんですね、そこね。ああ、いいですよね。道すがらね、橋行く場合は道すがらも、いいとこあったら取らないとね。ここどこって感じでしょ ここね、今私がいるのが竜閑桜橋っていう比較的に新しい橋があるんですけれども、これがね、神田とあと東京駅の方を結ぶ橋になります。で、下がね、これ日本橋川ですね。ここに架かる橋の上から、撮ってます。ね、今日はね、神田、前回御殿場とか丸の内撮ったんでね、今日は神田の方、歩いていきたいかなと思います。で、オープニングでちょっと言ったかな、今日ね、祭日なんですよ。多分ね、海の日。多分ね、多分ですけど、多分海の日だったと思うんですよ。7月第3週とか4週とか、その辺はね。で、人ほとんど歩いてないんですよね。だからね、どんな写真が撮れるのかね、すごい結構楽しみにしてます。天気はね、今曇ってますけどもね、だいぶね、今日気温が高いんですよね。昨日と比べてだいぶ気温が高いんで、多分今から晴れてくんじゃねえかなと思うんですけど、まあ天気は、好きにしてください。どうせ天気予報も当たんないしね。まあ曇ったり、晴れたり曇ったりって感じですかね。それではね、この階段を降りて行ってみたいと思います。本当人いねえわ 人いねえ、誰もいねえ。さっきちょっと1人2人歩いてたぐらいで、本当いないですね。こっちはあれだもんな、この山手線と、これ JR の軌道があるんですけど、これより 外側はまあ半年ぐらい前に多分行ってるんでね、そっちは行かないようにして、内側ね、内側の方、山下の内側の方行きましょう。あ、ここ内神田だって、内神田2丁目、なんか区立のスポーツセンターがあるな、千代田区立スポーツセンター。鎌倉橋っていう橋が左側にあるのね。ほら、これが鎌倉橋。これ渡ろう。これ今鎌倉橋なんですけど、どうしようかな。これ左ずっと行っちゃってもね、駅から遠くなって駅前の方回れなくなるよな。だから駅前の方から潰すか、の方から行ってみる？やっぱり。最初、もう少し向こうの神田寄りの方までと思ったけど、先に、これ渡って、もう少しね、駅前の方から行ってみようかな。それで時間に余裕があるようだったら、あれしますよ。これ、すごい綺麗な。あ、あのコーヒー屋さんあるやん、コーヒーハウス、ロフト。頑張ってはるわ。うなぎ屋さんか。今年はね、なんかうなぎが高いらしくって、ちょっと食えねえな 高いんだよな、今年うなぎね。7月ちょうどうなぎの季節なんだけど、別に7月がうなぎの季節っつうわけじゃないねんけど、日高源内が決めたからそうなんやろうけど。
そう、知ってます、みんな、あの土曜のうなぎって、あの平賀源内が決めたって考えたって知らない人多いんじゃないですか。そう、なんかうなぎ屋さんにどうにかして夏場うなぎ売れるようにならないかねなんて言われて、そしたら平賀源内がじゃあそのうなぎの日っていうのを決めましょうみたいな感じで決めたらしいよ。豆知識ええとこ取らせてくれた、ええ人やね。これね、神田駅の南口なんですけど、まあ今日はね、再三言ってますけど祭日なんで人なんか歩いてないね。そのね、なんやろ、あ、なんかロケしてはんねや。なるほどね、こういうとこでね。であんまり撮らん方がいいね。でこれがもう中央通りですよ。あ、そう、やっぱりロケバス止まってるわ。誰か来てはんねんな、ドラマで撮影で。別にそれは珍しないからね、都内だといっぱいあるからね、そんなの出会うの。ここ商店街、商店街人いる？今日いないねいないでしょ。少ないね人。西口商店街、店もやっぱお休みが多いね。これちょっと右行ってみよう。なんかその老舗みたいなのどこにあるんだろうねよくねテレビでやってるやんね、神田何々そば屋みたいなね。あのどこにあるんだろう。一見あの有名なあのそば屋さんはもうちょっとあの靖国通りの北側やからね。これ田町大通り、この辺にあるのかな。まあ いやもうちょっとあっちまで行って、まあ、調べたらねすぐ出てくるんやろうけど、それじゃ面白ないからね。この辺も全部休みだもんな。休みじゃ分かんないもんね。まさかこの麺やそばうどん店とかその名店とも思えないし失礼やなここね、こんな感じじゃなかったよな。僕もやってはらへんしね。蕎麦屋さん探してんだか景色探してんだかよくわかんないけど、とりあえずな両方やねんけど。あれ、こっちが神田須田町1丁目、あっちある神田田町2丁目、田町でいいのかな、田町2丁目や。ややこしいね。でもこっち左側はやっぱ須田町一丁目ね。ややこしいのよ神田は、入り組んでて。うん、ないね。あそこなんか並んでんねんけどな、あれ蕎麦屋さん、なんか違うっぽいしな。カレーの虜だって。へえ、すごい並んでると。美味しいんやね。カレーはみんな好きやもんな。まだロケやってはるわ。大変やな、このくっさーというのに。くっさーというのにね。あっちのね、あの飲食街ではなかったと思うんだよ。どうでも見つけたいな。蕎麦屋。
なんかこの通り沿いにあるような気がしてんけどな。どこ行ってもたんやろ。どっか行っちゃったわけじゃないねんけど、どっか蕎麦屋がどっか行っちゃったわけじゃないねんけど、ないのよ。ないよね。あそこなんやろ。あそこ何屋さん。22代正之助。あ、モナカって書いてある。モナカや。モナカね。モナカっていうか、こっちが発音がね、ちょっとインドネシアが違うんですけどね。モナカね。ゆで太郎ではないのよ。で、自分が探してる蕎麦屋さんはゆで太郎ではない。店の名前すら知らないからね。なんかね、店構えがね、なんかね、すごい、民家、ちょっと古い民家みたいな感じあったのは覚えてる。そうか、ないね。蕎麦屋もなければ景色もないやん。あ、地図がある。こんなとこ見てもらえな。蕎麦屋さんは乗ってないよな。そりゃそうだよな。環境座礁通り、あとはもうあれか、外堀通りの向こう側行かなきゃダメってことね。いよいよね、小川町の方だ。あれ、なんか面白いもんがあるな。和光稲荷神社、左側にありました。あ、過去形や。過去形になってんねんけど。で、どこ行ったの？なくなかったの？で、ほいでどうなったか書いてないの。不思議やんさ。なんで？ありました言われても、どこ行ったんやじゃん。蕎麦屋はないし、神社もないし、ないない尽くしやん。この辺もなんかありそうな雰囲気あんな。なんか並んではる。ちょっとあっちぐるっと回って戻ってこい。しかもその近所、あ、ここがあれや、西口商店街をまっすぐ来たらここなんだ。なんかその辺面白そうやけどな。和食屋さん、なんか面白いもん見つけた。月額定額制弁当、月額8,800円。今流行りのサブスクやね。いわゆるサブスクやもんな、これだって。弁当のサブスクなんてあんねや。面白い社食屋さんね。なかなか考え、なんかええ感じやね。なんか入ってるもんもね。なるほど、考えたね。一週、一日あたり440円。いや、まあまあまあ、そんなもんじゃんね。で、20日間ってこと？何日間なのこれ。平日で20日。で、そのまんまや。割引じゃないんじゃ。1ヶ月申し込んで。8000円ぐらいにすればいいのね。なるほど。考えたね。この辺まっすぐ取った方がいいか。まああんまり大したことないな。やめた。あんまり全然入ってきてへん気になるようなの取ってもね、どうせボツにするだけなんで、あの後の作業に時間かかるばっかだから。そういうとこは取らない。無駄打ちはしない。それ気になったとこだけね、多少なりとも。何でもかんでも取ったらね、本当大変やからね。あとね、よく分かんなくなっちゃうの、自分の感覚が麻痺してきて。だからやっぱ気になるところ、ちょっとでも気になるところでないと取らない。
ようにしないとダメ。お弁当屋さんもお休み。この辺いくらするの弁当？やっぱ500円、まあ、390円っていうのもあるね、唐揚げ4個入り。まあまあこんなもんなんやな。アジフライ弁当、のり弁350円。まああれか、ホットモットの方が安いなそんなこと言うたらいかんけど、これなんて読むのやろ。神田美濃代町、美濃代町でいいのかな、分からんね振り仮名振っといてくれると。あ、行列ありましたね、この先やわ。つけ麺か、つけ麺屋さんや。昆布、昆布水つけ麺。へえ、つけ麺なんて名前？金龍、金龍。うまそうやね。半熟卵がうまそう。あっち渡ってみるか。ねえ。右が小川町、左が淡路町。今どこ歩いてんだろうどこや、ここ、ここはどこ。あ、淡路町の交差点か、そこが右側がね。で向こうが渡らなあかんねんけど、そこ渡るか。スタバ、あの桃ってのはすっげえ気になるな。桃何やろ桃って。今そうか、桃の時期かもな。だから季節限定のやつだな。そう、左手がね並んではるけど、あれやぶそば、神田やぶそば。まあまあ有名で、有名ですよ。ここもうまそうやね。これ何、豆花、台湾伝統料理、豆花工房。見える？豆花候補ね、こっちが気になるねこっちのが気になるな。こっちはそば屋さん、やぶそば屋さん。でこの裏の方もなんかお店があるんで、ちょっと見てみよう。工具屋さん、ここなんかあれなんだ、連雀亭って。寄せがあんだ。あ、それは知らんかったな、連雀亭って。なんかいろいろ見ちゃうのね、この辺。あんこう鍋、こちふぐ、ここは本日定休日。何屋さん、竹村さん、分からん。なんて書いてあるのか分かんない、ね、お汁粉なのかな、分からん。何屋さんか分からん。その向かいがあんこ。いや、ね、字がね昔風やから分からへん。伊勢源さんって書いてあるのかな。こっちは、そこにもなんかうまいものやお店あるけど、
カレー専門店、カリー専門店、トップか。カリーやて、すげえな、インドカリー。あ、人入ってんね。あそこは、あそこ以来人並んではんね。あれなんやろ、その前にちょっとこのポルシェが止まってて、なんかいい感じやねんけど、そうでもないか。あ、そうでもないわそうでもないな。ここ蕎麦屋さんや。あ、ここのことかな、松屋さん。あ、そうかもしんねえ、松屋さん。こういう和風でね。ここのことか。でも並んでるからな。あ、すげえ混んでる。神田松屋さんね。多分ここやわ。これはちょっとな。平日早く来なきゃ無理だね。ちょっと戻ろう。多分ここや。テレビやってたの。やっと見つけた。やっと見つけた。本当にそうかどうか分からんけど。多分そうっすよ。で、万世橋から。まあ全然大したことないね、今日は。ここは。あかんね。あかんあかん。こっからみんなよく写真撮って、あ、もう一個向こうか、撮ってんのは。ちょっともう一個向こう行ってみようか。ここはあれやもんな。もう一個向こうや。何橋だったっけ、あれは。ここの信号を渡って、止まってくれてる。いい感じやね。引きがいいな。引きがいいな。完全に今の引きは俺は引きやね。自分のね。いい感じで止まってくる。みんながね、見るのはこっちからなんですよね。この橋から。ここ上、あの、総武線走ってて。こっからね、みんな結構撮ってるんですよね。もう少しこっちかな。あの、地下鉄がそこ出てくるんですよね。川の上、神田川。これ神田川だっけ？こういう感じで。こういう感じでね、撮ってるんですよ。一応撮っとく？いや、今日は別に何も入ってけえへんねんけどな、ここな。これ電車が通った時にみんな撮ってんの。あの、上総武線と、あの、ちょうど丸の内線、丸の内線なんだっけな？が、あの、出てくるんですよ。こうやってあの、これあの、中央快速線出てきたでしょ？ちょうど重なるところでみんな撮りたいわけよ。そうそう。今日はね、別に昼間これ大したことないよな。一応撮っとくけど。一応撮っとくけどな。別に大したことないな。じゃあ今日はもうお茶の水駅から帰りましょう。これ上上がったらもうすぐ、お茶の水駅なんでね。この辺は駅の間が近いんでね。秋葉から神田で、秋葉からお茶の水でもすぐだからね。あー、なるほどね。えらい工事してんねや。まだまだ全然やわ。あんなでっかいクレーンが立ってて、建物の形も何も見えへんから。ああ、今の傘差した人、ええ感じで来てくれたわ。ウーバーイーツは別にいらんねんけど。